女神に会えた。セリザワールド、皆さんこんばんは。 FM924AM1422 ラジオ日本とギフちゃんがお届けするアイリス・セリザワユーのセリザワールドウィズユーが始まりました。パチ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 。さてさて皆さん、もうね6月も中旬で、なんかもう梅雨も始まっちゃったっぽいですね。なんか梅雨入りがいつもより早かったみたいでね。最近のセリザユちゃんはね、もう雨なんてどうでもいいんだよ実際。なんでかっていうとね、ミモリンに会えたの。いやもうツイッターでもね、そのインスタでも言ったんですけど、思いがけず私が大好きなミモリスズコさんにスタジオで会えて、もうめちゃくちゃ嬉しかった。ちゃんとリアルなミモリンにお会いするのはね、本当にすっごくお久しぶりだったんですけど、まあね、そのご出産があったりとかでさ、一時期お休みしてた時期もあるし、復活してもやっぱりそのスターライトとかさ、そうレギュラーで一緒にやってるものが私はないから、なかなかご一緒できなくて、本当にだから1年半ぐらい会えてなくて、そうなんかそのもちろんね、連絡おめでとうございますとか連絡してたんだけどさ、なかなかさ、そのいや、お母様業大変でしょうし、会いたいとか気軽にもう言えないなって、まあ、それはちょっと大人としてね遠慮をしてたんですよ。でもスタジオでミモリに会えて、あーとか言って、もうミモリの顔見た瞬間嬉しすぎてガチで泣いてしまって、もうとか言って泣いて、しかもなんかすごい気持ち悪く足元に抱きついたんですよ。もうはぁーとか言って、下足元に抱きつく私をね、よしよしってしてくれて、あー泣かないでよってね、すごい優しく撫でてくれました、メモリンが。でも嬉しかった、本当に。なんかより一層綺麗になんかなられて、美しくてね。なんか私さ、その仲がいいさメモリンとか、あと田野あさみさんとかもさ、の仲いいお姉さま方がさ、皆さんもお母様になられたんですよね。だからさ、なんかなかなかこう悩んだ時とかにさ、私は結構後輩より先輩の方が仲いい人が多かったから、うえー助けてみたいな感じで連絡できてたのも、なかなかやっぱりね、ちょっと昔みたいね気楽に連絡できなくて、しかも仲いい友よちゃんも最近すごい忙しそうで、なんか最近私友達に全然会えてなくて、なんかサウナも一人でばっかり行ってるし、なんか自分ってなんか孤独なのかみたいな、孤独なのかっていう気持ちにねなってたんですよ5月は。そう、まあ孤独じゃないんですけど、でもそうなんか嬉しかった。久々だから、もうそれもあって久々にミモリンの顔見たら嬉しくて泣いちゃいました。はい、だからやっぱね、好きな人に時々会ってね、心を充電するのは大事だなと思いました。だから私もみんなの充電になれるようにね、一生懸命全国をね回っていきたいと思います。はい、アニメもねいろいろ放送中なんで見てくださいってことで、今日もあなたをセリザワールドにみもみもしたいと思います。アイリス・セリザワユーのセリザワールド with you、 ラジオ日本ギフチャンでお送りしています。それでは今日の1曲目をお聴きください。リクエストいただきましたミューちゃんからです。6月はジューンブライトの季節なので、この曲がぴったりだと思いました、だそうです。では聴いてください、セリザワユーでシンデレラストーリー。アイリス・セリザワユーのアイリス・セリザワユーのアイリス・セリザワユーのセリザワールド with you。ここで AMG インフォマーシャルの時間です。新谷翔太さん、よろしくお願いします。ここで芹沢優さんの母校アミューズメントメディア総合学院からお知らせです。声優になりたい、夢を夢で終わらせたくない、そんなあなたに伝えたいことがあります。アミューズメントメディア総合学院では毎月来校型とオンライン型のオープンキャンパスを開催しています。ぜひあなたも参加してみませんか。体験説明会の開催日やゲスト声優の情報はホームページをご覧ください。夢を夢で終わらせない、アミューズメントメディア総合学院ホームページは AMG 声優で検索。今回のインフォマーシャル担当は大阪アミューズメントメディア専門学校声優学科、あなたをとろかす低音ボイス、新谷翔太でした。
とろかされましたね。ありがとうございます。新谷翔太さん、ありがとうございました。アイリスの芹沢優がお送りしてきた芹沢ワールドウィズユー第520回目の放送もついにエンディングです。さあ、じゃあ今日もねステッカー選んでいきますよ。ドラ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 ジュイン、こちらノアの泥ブレさん、わーい、よかったですね。パチ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 、こちらねサイン入りステッカー届きますので楽しみに待っていてください。住所もちゃんとありました、えらいね。はい、じゃあゆうちゃんからのお知らせです。まずはですね、アイリスちゃんのお知らせからいこうかな。ですね、アイリスちゃんは現在エイスライブツアーわっしょい回っております。はい、そして7月7日にアイリステンスアニバーサリーライブアライブのブルーレイ &DVD も発売します。あとね、あっぱれバカ騒ぎが先行配信中です。ツアーグッズとかはね、あのなんかネットでも買えるので、ま、もし行けなくてもグッズだけ欲しいっていう方もゲットしてください。そして個人ではですね、8月27日にアニメロサマーライブ2023アクセル3日目に出演いたします。そしてね、 DJ コーフェスやるってよーはニコニコチャンネルプラスでやっております。6月は、6月16日配信となります。はい、 TikTok 頑張ってます。あとアニメもね今期いろいろ出てますから。でももう6月内にどこも最終回を迎えてしまうんですよね。寂しい、よく、寂しい。でも本当にどれもよろしくお願いします。はい、その他詳しい情報はアイリスのオフィシャルホームページ、ツイッター、インスタ、TikTok をチェック。この番組は皆さんからのメールをお待ちしています。ゆうちゃんが助かる曲のリクエスト、ゆうちゃんのミッドナイトカウンセリング、ゆうちゃんの音楽隊、ゆうちゃんのかまってレホンは、ゆうと電話で話してみたいトークテーマと電話番号を忘れずに非通知設定も解除しておいてください。ゆうちゃんって言うよねは、ゆうに言ってほしいトークテーマを募集中。ゆうちゃんへラビットレターは、次回のテーマはあの時の芹沢ゆうちゃんへでございます。皆さんの記憶をたどってね、懐かしのゆうちゃんに手紙を送ってください。普通のお便りも送ってきてください。アドレスは irisyou@jorf.co.jp irisyou@jorf.co.jp です。さらには番組専用のツイッターもあります。チェケラー、さらにさらに番組の YouTube もチェケラー。詳しくは番組のホームページを雨の音で癒されながら覗き込んでね。ということで FM924M1422 ラジオ日本とギフちゃんがお送りしたアイリス芹沢優の芹沢ワールド with you、 お別れの時間となってしまいました。いつでもみんなを I love you ちゃん、来週もよろしく。今日の一言、傘はビニール傘派です。